呼吸の始まりですね、いわゆるそういったところの次元でさらにその律動性を通してその命に触れてみようという試みが、身体呼吸療法の考え方の一つなんですね。でそういう、形の緊張を緩めるためにはこう下から上に持ち上げるような形で見ていきますね。そして一番硬いところに来たらその硬いところを少し圧を加えるわけですね。自分の体のこの重みの振動をあくまでも腕を通して伝えているという操作になります。胸郭の中、縦郭と言われている中に圧の変動をうまく導いていきます。